お、水泉です。こんにちは。今日原田くんにチャレンジしてもらうのは、僕が考えた筋肉トライアスロンにチャレンジしてもらいます。ほう、はい、原田さん、だってもう全然お前運動してのトレっつってのやってないやろ。いやいや、もうそれは近日公開ですから。今体重何キロなの？今ですか、71.2 です。お前嘘ついてるやんけ。え、 71.9 やったやんけ。まあそれは昨日までの自分。いや、さっき上がったらそうやったやろ。ああ、そうですよ。なんで嘘つくねん。え、なんなん今日は、筋肉トライアスロンですか？やる気ないから、ちょっと一発お前これどんだけ動けるかみんなに見てもらおうと思ってな。なるほど。うん、だからそれにチャレンジしてもらいます。はい。まずこちらです。じゃん。はい、こちらで腹筋をしてもらいます。ここね、腹筋を10回ね、10回やってもらいますんで。で、次です。次、この謎の器具、はい、この器具の名前はラムダ。ラムダ、こういう形を取ってもらうってことですね。ピラミッドの中にこういう書いてるやつじゃないの？違います。サムナプトラ的なことじゃない。ここをこう3段階でやってください。はい、するやってください。ということで、はい、次は子供が通ってきてこれは見たことあるわ、もうこういうやつや。そうそう、こういうやつや。それをね、10回やってもらいます。これ10回、はいはい、で、最後にこちらで逆上がりをしてもらいます。で、僕の考えた筋肉トライアスロンはこれで終了となりますので。なるほど。これは何、3つするってこと？これは3つできますか？ここでできる？できる、できる。できる？できる。で、ラストここで締めて、はい、終わりたいと思いますので。見てねってしまうわ。